ボットが飲み物を届けてくれるか実験開始。アプリで注文して、ロボットの初めてのお使い、うまく届けられるかな、迷子にならないかな、ドキドキ。無事お届け完了。動く自動販売機がいつかみんなの元にやってくるかも。朝日飲料。